山口みたろうです。福岡市の、天神にあります安国寺に来ております。こちらですね、アメカイ幽霊が、伝説として残っております。こちらですね、まあ子供を身ごもったまま亡くなった女性が飴を買いに来て、飴で子供を育てようとしたと。それで、まあ掘り起こしてみると子供がいたという話ですね。でこのちっちゃい石が子供の供養碑だそうです。でも福岡の場合はですね、残念ながらお母さんも当然亡くなっておりますし、掘り返された子供も、亡くなってしまったということです。大概他の地方ではですね、子供は偉いお坊さんになったというふうな話になっているんですが、福岡の地ではですね、残念ながら助からなかったということになっておるようです。残念です。